s t ネット株式会社 s t ネッ t s t ネット s t ネ,ネットインクとは、香川県高松市に本社を置く電気通信事業者の一つでシステムインテグレーター、ユーザー系である。四国電力の連結市会社で四国地方を拠点としている。同社は SI、情報システム開発事業からデータセンターなどのプラットフォーム事業、さらには法人、 個人向け通信事業まで異なる分野のサービスを幅広く事業展開している。通信事業については法人向けサービスを主に提供していたが2004年10月に個人向けの光ブロードバンドサービスピカラ、ピカラを開始2016年2月にモバイルサービスファモ、フィモを開始するなど個人向けサービスも拡大してきた。事業展開は 四国内だけにとどまらず、東京にも営業部門、システム開発部門を置いて、主に四国外の企業向けの営業や情報システム開発を行っている。同社は研究開発部を設置し、IoT を活用した推移確認システムなどの実証実験を自治体と共同で行うなど、IoT や AI を中心に研究を行っており、地域課題の解決に取り組んでいる。 また、各種認証の取得にも、積極的に取り組んでおり、ISO9001、品質マネジメントシステムやディスク15001、プライバシーマーク制度、ISO27001、情報セキュリティマネジメントシステム任、ISO2000、IT サービスマネジメントシステム等の認証を相次いで取得。これらの取得により、同社は、製品品質や個人情報などの情報セキュリティ、 IT サービスに関しての信頼性は高い。電気通信事業法をはじめとした電気通信制度の変革が進んでいた1989年10月に電力系通信事業者の一つとして第一種電気通信事業当時に参入した。当初は専用線サービスが中心であったがユーザーニーズが IP 系サービスへと移行するのに伴い 法人向けインターネット接続サービスの ST スア、広域イーサネットサービスの ST1 が主力商品になっている。2006年10月には四国うちの事業所数の約9割を占める中小規模事業所をターゲットにした光インターネット、光 IP 電話サービス、お仕事ピカラの提供を開始し契約数を伸ばしている。1996年2月に100%個会社の 株式会社ネットウェーブ四国を設立して、インターネット接続、ISP サービスを開始し、2001年3月には、ADSL メニューも開始した。その後のブロードバンド化の流れの中で、2004年10月には、光ファイバー、FTTH で提供するインターネットと電話サービス、ピカラ、ピカラを開始。2018年12月には、r b トデー主催の、 ブロードバンドアワード2018キャリア部門、四国で11年連続で、など、一般ユーザーから高評価を得ている。こうしたことが反映され、2018年2月には契約者数が25万件契約となり、順調に契約数を伸ばしている。2016年2月に、個人、法人向け MVNO サービス、ファモ・フィーモを開始した。プランは、 au 回線を使った a プランと n t t ドコモ回線を使った d プランから選択できる。四国を中心に販売活動を行っており、ファモ直営ショップは6店舗展開している。2015年3月にマンションの入居者向けに電気を提供するサービス、st 安心電力サービスを開始した。同サービスは電力会社四国電力から 単価の安い高圧電力を一括購入し、変圧して、マンションの各入居者に電気を提供している。四国電力向けの業務システム開発、運用をはじめとして、法人向け業務用ソフトウェアの開発受託や、ERP ソリューションの提供等を行っている。中でも、オラクルや SAP、SSJ のパートナーとしての ERP ソリューション、人事ローム、給与管理、 生産管理などに実績が多い、要出店。同社は、システム開発事業と通信事業の中間領域で、LINE やデータセンターなどの利用基盤構築、セキュリティやクラウドサービスなど、業務システムや通信サービスを利用するための IT、業務基盤提供をする事業を、プラットフォーム事業と呼んでいる。主には、データセンターがあり、2013年に新高松。 データセンター、パワーコ N を建設し、ハウジングやシステム監視、保守などのサービスを提供している。また、パワーコ N の南側に、同規模の収容ラック能力を持つパワーコ S を建設し、2019年11月よりサービスを開始する。同社は、事業の方向性を示す中期戦略を5年ごとに策定しており、これまで個人向け光サービス、 ピカラや新高松データセンター、パワーアコをはじめとする事業の発展、拡大に取り組んでき。その一方、社会、生活、産業におけるデジタル化の進展に伴い、データ活用が飛躍的に拡大、発展し、ICT、情報通信技術がデータインフラとして重要な役割を担うデータ駆動社会の到来予見されており、中でも通信市場では、 通信と放送の融合や上位レイヤー、ソフトウェアと通信益務の一体化が進展するなど、業界構造そのものの変化が進んでいる。このような背景を踏まえ、同社は2019年4月に中期戦略を策定した。新しい価値を追求し、進化、成長するライフライン、事業の進化、成長を目指し、 様々なサービスをワンストップで提供する既存事業の強化、拡大。M&A 等の投資戦略を効果的に組み合わせて新事業の開拓に取り組む企業大使の強化に向け、一お客様対応品質、二商品、サービス品質、産業無プロセス品質の三つの品質向上を図る。社会的な課題である働き方改革に加え、その先にある やりがいもテーマとして働きがいのある職場を目指す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。